京都大学原子炉実験所助教小出弘明先生に伺いました。小出さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。そして東京の近藤さんです。どうもよろしく。どうも、はい、よろしくお願いします。お願いします。まず今日は夕方行われました菅総理の会見の中での発言について、私ずっと見ていて聞いておりまして、いろいろと本当にそうなのと思うことがありましたので、ぜひ小出先生に伺いたいと思います。はい、まずですね、菅さんは今の福島第一原発事故の状況について説明をしているときにこんなふうにおっしゃったんです。ステップ1はほぼ予定通りの日程で進んできている。これは本当なんですか？とんでもない話ですね。やはりとんでもない話ですか？はいはい、ステップ1というのは何を目指していたんでしたっけ？安定的な冷却だったんじゃなかったでしょうか？そうですよね、はい、安定的に冷却ができている状態を作るということ、はい、ほぼ予定通りの日程で進んできているなんてことはとんでもないと、はい、で菅さんはこうもおっしゃったんです。冷却についてもですね、小さいトラブルはあるが大筋動き出していて、原子炉に対する安定的な汚染水を出さない冷却が可能になるなど、ステップ1が進んできている。これいくつかポイントがあるかと思いますが、まず小さいトラブルがあるけど大筋動き出している冷却システムという話、これは本当ですか？私はまずその根本的に間違えてると思うんですね、はい、その東京電力がロードマップを初め作った時には、原子炉の炉心という部分には半分まで水があるというそういう前提でロードマップが作られました、はい、つまり炉心はまだその圧力容器の中にちゃんと残っていると、うん、だから水さえ循環すれば安定的な冷却ができると、そのために冷温停止という言葉まで使ったわけですね、はい、ところが5月の12日になって実はもう炉心は全部溶けちゃってましたと言い出したわけで、はい、もうロードマップの前提自身が全く崩れてしまってるわけだし、うん、冷温停止なんていうテクニカルタームがもう使えない状態にすでになってしまっているのです、うん、ですからもう安定的冷却も減ったくれももうないというそういう状態に陥っています。冷却したかったするべきものがもうそこにはないというこの大前提を今も認めない状態の話だということですね。うん、まあ私にはそう聞こえます。汚染水を出さない冷却が可能になるっていうふうに今日の会見であったんですけど、これどういう意味ですか？私から見れば呆れた話で、はい、既に12万トンもの汚染水がコンクリートの構造物の中に溜まりっていて、それがもう毎日漏れてしまっているというそういう状況なんですね。ただそれをなんか浄化設備が動いた動かないやで大騒ぎをしているわけですけれども、そんなことはほとんど本質的に関係のないことです。なるほど、大前提がもう違っている、はい、ということです、はい、そしてさらにこういう発言もありまして、ステップ2を前倒しにすることでこれまで住んでいらっしゃった地域の皆さんに元の場所に帰ってもらえるのかどうなのか、どこの地域の方は帰ってもらえるのかどうなのかといったことを次第に具体化できるとおっしゃったんです、はい、つまり福島の皆さんにできるだけ帰ってもらえるような策を取るという意味だと思うんですが、はい、これは現実的なんですか？私ももちろん帰ってもらいたいと思いますけれども、すで、に生じてしまっている汚染に関しては何の手の打ちようもありませんので、うん、ロードマップができようができません、できなかろうがそんなことは何の関係もないのです。はあ、まあ、例えば土壌汚染を表面5センチほど削ることによって帰ってもらえるというような策というのはないんですか？例えばその学校の校庭の土というのは、はい、私は表面5センチで削ってほしいと言ってきましたけれども、いわゆるその生活している場所、例えばその電波だとかですね、まあ、山林だってあるわけですし、家の庭、家の裏山等々、そんなもの全部を剥ぎ取るなんてことは実質的にはできません、はい、剥ぎ取ったところでじゃあ一体その土どこに
全てを剥ぎ取ってそこに人々が戻れるようにするということは基本的にできないと思った方がいいです。近藤さん。はい、あの先生ね、はい、で結局まあ保安医だけじゃなくてその原子力安全委員会のダブルチェックの方針も菅さんは言うてるわけですがね、はい、僕はそのダブルチェックと言ったってですね、危険なものは何やったって危険なんじゃないかと思うんですがね、まあまあ、私は近藤さんに全く同意します。その通りです。そのそれとましておや、その政府が責任を持つって言ったって、はい、何の責任を持ってくれるのかということも思ったりするんですがね。そうですね、事実として何の責任も取らなかったわけですね、政府は今回の事故に関しても。うん、だからあのいろんなことを、まあ、今日もその以前から、まあ、言い始めてるんですが、その我々がそれによってこのどう信頼、なんかこう意味のあること今あるんですかね、菅さんの言ってることで。わかりませんけど、何か菅さんは原発のない社会を目指してというような、なんかそんなことを言ったらしいんですね。でも私は元から政治が嫌いだし、菅さんが何を言ってもどうぞお好きにというぐらいにしか期待ができないんですね。どうせなら菅さんあと何ヶ月かしたらどっちにしてもいられないでしょうし、また政治は変わってしまうというふうに思いますので、なんかパフォーマンス的に何か言ったところで結局はダメなんだろうなという、まあ私のまあ個人的な政治への絶望というのがあるからかもしれませんけれども、特別期待もできないと思います。今日菅さんの発言の中にはですね、これからの見通しについて中長期的な工程表のこともおっしゃってたんですね、はい、具体的な廃炉、まあ、あの炉を全部解体してしまうということですよね、はい、廃炉にたどり着くまでは5年10年さらに長い期間を要するがという話がありました。あのこれだとそんなに長い期間必要ないようなイメージがするんですけどね。そうですね、これ5年10年なんて、5年なんていう数字を言葉にすることだけがだけでもまずはもう失格だと言った方がいいですね。あの先日明らかにされた中長期の工程表でも廃炉に数十年というような数字が出ておりました、はい、この数字についてはどうですか。もちろんです。ですからチェルノブイリだって、まあ、ようやく今25年経ったわけですけれども、はい、一部作った石炭がもうボロボロになって第二石炭を作らなければいけないというそういう事態になっているんですね、福島の場合にはもっと難しい、まあ、3期4期と壊れてしまっているわけですし、はい、もう炉心が崩れ落と、まあ、メルトダウンをしたといって国も東京電力も認めているわけで、それは多分地下に沈み込んでいってるだろうと私は皆さんに聞いていただいてるし、それを本当にどうやってその閉じ込めることができるのか、落ちてしまった炉心をどうやって回収できるのか、それ考えただけでも気が遠くなるような作業がこれからやらなければいけないのです。本当に大変だと思います。地下に沈み込んでるものについての問題点の指摘というのはまるで聞こえてこないんですよね。そうですね、これはもう地下に沈み込んでるからいいと思ってるんですかね。わかりません。私はですから、地下水に接触する前に、うん、囲いを作って汚染の広がりを防いでほしいと言ったわけですけれども、はい、結局それも何の手立ても取られないまま今日まで来ているわけですし、何かこの毎日新聞の方がそれをあちこちに取材をしてくれたら1000億円のお金がかかるので、うん、東電の株主総会の前には言えないとか、そんな話だったとか、うん、いうことが新聞に出ていたと思います、まあ、政治の世界っていうのは困ったもんだなとその時も私は思いました。どうもありがとうございました、はい、京都大学原子炉実験所助教小出博明先生に伺いました。